こんにちは。今回は、ジグザグパフステッチを紹介します。この模様は、中長編み4目の玉編みで編みました。ジグザグに、ふっくらとかわいいパフステッチが入ります。この模様は、表側も裏側も同じ編み地で、厚みのある編み地になります。伸縮性はあまりありません。編み図で説明します。今回の模様は、作り目を少し小さめに作りました。玉編みがふっくらと大きくなりますので、作り目を2目でも良かったのですが、少し詰まってしまいますから、作り目3目で1つの模様を編むことにしました。5個の模様で15目ですが、最初だけは2目しか使えませんので、14目の作り目で編み始めます。1段目は14目の作り目を編んだところから鎖編み3目を編んで、鎖編み3目を編んだところから1、2、3、4、5個目の鎖編みに玉編みの模様を編みますが、最初にこの矢印の編み目記号は糸を引き上げる編み目記号です。鎖編みから糸を引き出して上にぐんと引き上げて、それから中長編み4目の玉編みを編みます。これが今回の特徴です。次は玉編みを編んだところから鎖編みの3個目のところにまた模様を編みます。玉編みを編んだら鎖編み1目を編んで玉編みを止めます。次に3個目の鎖編みに同じようにこの矢印で鎖編みのところから糸を引き上げて、中長編み4目の玉編みを編んで、鎖編み1目で留めます。これを繰り返します。次の2段目は編み入れる位置が違いますので、2段目で説明します。作り目の鎖編みを14目編みました。作り目は少し小さめな作り目で大丈夫です。14目の作り目を編み、次は立ち上がりの鎖編みを3目編みます。鎖編み3目を編んで、3目を編んだところから1、2、3、4、5個目の鎖編みの裏山に玉編みを編みます。鎖編みの5個目のところに玉編みです。最初は矢印の編み目記号で、5個目の鎖編みの裏山に針を入れ、糸をかけて引き上げます。鎖編み2目分ぐらい引き出して上に引き上げてください。ここから中長編み4目の玉編みを編みます。針に糸をかけて、同じ鎖編みのところに針を入れ、糸をかけて引き出します。長めに糸を揃えて、これで未完成な中長編みが一目できました。同じところにあと3回未完成な中長編みを編みます。針に糸をかけて、同じところに針を入れ、糸をかけて、引き出して長さを揃えます。これで最初に引き上げた分、そして一目、二目の未完成な中長編みが二目できています。あと2回、未完成な中長編みを編みます。糸を揃えて、これで4目の中長編みができました。最初に針にかかっていた分、そして次が矢印の編み目記号で引き上げた分、2本ずつが未完成な中長編み1目ですから、8本の糸がかかって、2本の糸と一緒に、このすべての糸を一度に引き抜きます。針に糸をかけて、かぎ針を下向きにします。かぎ先を下向きにして、糸をぐんと上に押し上げながら、一度に引き抜きます。これで玉編みは完成です。次に鎖編み1目を編んで玉編みを留めます。これが今回の模様です。
次は、鎖編みの3個目の裏山に矢印の編み目記号ですから、3個目の鎖編みに針を入れて糸をかけて引き出します。上にぐんと引き上げて、次は同じところに未完成な中長編みを4回編みます。1、2、3、4、糸の長さを揃えてください。4目の未完成な中長編みを編みました。これをすべて一度に引き抜いて、中長編み4目の玉編みができました。鎖編み1目を編んで、これで2個目の模様ができました。これを続けます。これで1段目が終わりました。2段目の編み方を編み図で説明します。1段目で5個の玉編みを作り、最後の玉編みは玉編みを作ったところまでで止まっています。次の2段目で鎖編み3目を、玉編みを作ったところから鎖編み3目を編みます。そして次の1段目と同じ模様を編むのは、1段目の鎖編み1目のところに玉編みを編み、鎖編み1目を入れて、1段目の鎖編み1目のところに玉編みを編みます。これを繰り返して、最後は1段目の玉編みと鎖編み3目の間のところに玉編みを編んで、これで2段目が終わります。3段目、4段目は2段目と同じ編み方を繰り返します。1段目の玉編みを編んだところまでで終わっています。次は、鎖編み3目を編んで編み地を裏返します。次に玉編みを編むのは1段目の鎖編みのところで、こちらに1本糸がある。この三角になったようなところの、ここに針を入れます。次も、この鎖の目と三角の糸が一本入っている。鎖の目と糸が一本入っている。三角になったような、ここに玉編みを編みます。玉編みは、この目に針を入れてから、一回糸を引き上げて、それから中長編みを編みます。中長編み4目の玉編みを編みます。未完成な中長編みを、1、2、3、4。未完成な中長編みを4目編み、これを一度に引き抜いて、鎖編み一目を入れます。次はここです。玉編みの左側の目の糸が一本あって三角形になっているようなところに同じ模様を編みます。針を入れて、一回糸を引き上げてから、中長編み4目の玉編みを編みます。未完成の中長編み4目を編んで、これを一度に引き抜いて、鎖編み1目です。引き上げたときに、この糸が1本横に出ますから、この三角の状態になります。最後は5個目のところですが、立ち上がりの鎖編みのその横にある鎖編み1目と糸が1本あります。この間に糸を一回引き上げてから、未完成な中長編みを4目編んで、これを一度にまとめます。次の段に移るときはここまでで完成ですが、ここで編み終わるときは、鎖編み1目を編んで引き締めて、玉編みが
大きいですから、もう一目編んでおくと安心です。このように、玉編みがジグザグと入る、ジグザグパフステッチです。中長編み4目の玉編みで作る、ジグザグパフステッチを紹介しました。編み図ではまっすぐになっていますが、編み上がるとこのようにジグザグの模様になります。とても可愛い模様ですから、編んでみてください。最後まで動画をご覧いただきまして、ありがとうございます。